皆さん、こんにちは。パリ五輪、体操女子の日本代表が試合会場で初練習を行いました。関係者によれば、代表を辞退した宮田笙子選手からメッセージがあり、応援しているからと伝えられたそうです。未だ収束を見ない宮田笙子選手の飲酒、喫煙騒動、いろいろ情報を集めてみると、どうやら体操界には喫煙者が結構いたという話があります。だからといって情状酌量がなされるわけではありませんが、そういった事実があるということです。実際どうだったのか詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年7月25日、体操女子の日本代表がパリ五輪の試合会場のベルシーアリーナで初練習を行いました。選手は19日に飲酒、喫煙問題で主将の宮田笙子選手が代表を辞退して以降、初めて取材に応じ、異例の4人体制で臨む五輪への心境を語りました。当初は跳馬のみの出場予定だった牛奥小羽選手は、4種目の準備を始めているといいます。宮田笙子選手の辞退を受けて、ちょっと焦ることもあったと明かしました。しかし、焦っても、自分のできることは変わらない。急に技ができるようになるわけでもないので、いつも通り落ち着いて自分の持っている力を出し切ってチームに貢献したいと意気込みを語りました。岡村誠選手は、宮田笙子選手からチームのメンバーに対して、応援しているからとメッセージが届いたことを明かしました。すごい力になりましたと語っています。補欠の繰り上げができず、各国5人で挑む予選を4人で戦わなければいけなくなりましたが、中村遥選手は、最初はみんな予定してなかった種目に出るところとかがあったので、不安も多分あったと思うけど、今はみんな自分の目標に向けてしっかり調整できている。雰囲気もいいと明るい表情で語りました。日本協会の田中光女子強化本部長も、コーチが不安な顔をしていたら余計にそれを引きずってしまう。そうならないようにコーチがとにかく明るく雰囲気作りをしているとチームの現状を説明しました。動揺を抑えるため SNS なども極力見ないように促しているといいます。また宮田笙子選手の現状については、試合に集中したいのでお話しできないが、所属の順大の方でケアをしていると思いますとしました。ところで内村航平さんは、世界的な体操選手として数々の偉業を成し遂げてきましたが、その陰で喫煙者という事実もあります。内村航平が喫煙者であるという噂は長年にわたってささやかれてきました。内村航平さんは世界的な体操選手として知られ、多くのファンから敬愛されていますが、その健康的なイメージと喫煙者というイメージのギャップに驚きを感じる人も少なくありません。実際内村航平さんは過去に喫煙していることを公言しています。具体的な喫煙の頻度や喫煙している銘柄については明らかにされていませんが、体操界では集中力を高めるために喫煙する選手が少なくないと言われています。一部では内村選手の喫煙は体操競技の特性上、持久力よりも瞬発力と集中力が求められるため、喫煙がそれを補助する役割を果たしているのではないかとの見方もあります。しかしこれが本当にパフォーマンスに良い影響を与えるのかは議論の余地があります。内村航平さんの喫煙に関する報道はメディアでもたびたび取り上げられています。特に大きな大会やオリンピックの時期になると、彼の生活習慣についての関心が高まり、その一環として喫煙に関する話題も浮上します。例えば2016年リオデジャネイロオリンピックの際、内村航平さんの偏食や喫煙についての話題が報じられました。この報道では内村航平さんが非常に偏食であり喫煙習慣があることが紹介されました。またネット上でも内村航平さんが喫煙している写真がないかと探されることが多く、その度に議論が巻き起こります。これまでに喫煙している姿を撮られた確固たる証拠はないものの、本人の発言から喫煙者であることは事実とされています。さらに喫煙がパフォーマンスに与える影響についても様々な意見があり、スポーツ専門家や医師からは健康への悪影響が指摘されることが多いようです。しかし内村航平さん自身は喫煙による集中力の向上を感じている可能性があると見られています。以上のように内村航平さんの喫煙に関する真相は
噂として長く存在しており、メディアでもたびたび報じられています。さて、元プロビーチバレー選手の浅尾美和さんが未だ注目を集める代表辞退騒動に対して私見を明かしました。その前に簡単に経過を改めて振り返っておきましょう。2024年7月19日、日本体操協会は東京都内で緊急会見を開き、パリ五輪の女子代表選手である宮田笙子選手が辞退に至ったと発表しました。事前合宿地であるモナコで宮田笙子選手に代表行動規範違反があったとして協会が調査を開始します。17日の練習は欠席となり、田中光女子強化本部長は事情により今日は参加していないと話すにとどめたのですが、翌18日に喫煙の疑いがあるため宮田笙子選手がチームを離脱した事実が明らかとなりました。緊急帰国した宮田笙子選手に対して協会側が事情聴取を実施します。その結果、喫煙に加えてナショナルトレーニングセンターのアスリートビレッジでの飲酒行為も確認されたといいます。経緯を説明した西村健二専務理事によると、6月末から7月までの間に喫煙と飲酒はそれぞれ一度と本人が説明していると言います。ここまでの経緯に対して、浅尾美和さんは7月25日に放送された MBS テレビの情報番組4ちゃんテレビに生出演しました。番組内で五輪辞退問題が取り上げられ、出演者が仕方ないと、重すぎるの2択から意見をぶというシーンが組み込まれていました。浅尾美和さんは仕方ないをチョイスします。宮田さんのことを全て知っているわけではないのでコメントは難しいのですがと前置きしつつ、トップレベルで活躍した元アスリートとして次のように見解を示しました。アスリートの皆さんは決められたルールや競技は違ってもルールの中で戦っていて、そのルールを破ってしまった。ジャパン日本代表で国際大会に出たりナショナルトレーニングセンターだったりに行くんですが、その時に各団体で勉強会であったり、アスリートが世間にどういう影響があるかなど、いろんなことを学ぶんですね。だから宮田選手もタバコだったり飲酒してしまったりしたら、自分がどうなるかは分かっていたと思うんですよ。それもあってのことなので、今回の事態というのは仕方がないことなのかなっていうふうに私は思いますと語ります。いかがだったでしょうか。今回は宮田笙子選手の騒動について見てきました。宮田笙子選手の代表辞退によって、日本女子体操代表チームは当初の5人から4人で大会に臨むことは冒頭確認しました。病気や怪我による欠場ではなく、変更期日も過ぎていたため、補欠選手として帯同している杉原愛子選手の繰り上げは認められなかったそうです。そうなってくると、岸里奈選手、岡村誠選手、中村遥選手、そして牛奥小羽選手の4人はいずれも、今大会が5輪初出場となります。緊張せず自身がこれまで踏んできた数々の技を力の限り披露してほしいものです。今後も宮田笙子選手の動向や体操女子日本代表の動向も見守っていきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。